1回戦で2位となった6人のうち、スコア上位3人がワイルドカードを獲得し準決勝進出。その3人と1回戦勝ち上がりの6人、計9人で戦う準決勝は3試合。そこで勝ち上がった3人で決勝戦を戦う、合計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦の終盤の E グループは、尾上が B リーグ自己最高スコアを241に更新し準決勝進出、川崎がワイルドカードを獲得した。続いては1回戦 F グループ。華麗なるサーン、小林歩美。第14シーズンから優勝3回、シーズンチャンピオン戦も制するなど絶好調だった小林。しかし前々回大会ではスコア168と振るわず。これも右側への失投ですよね。ちょっとタイミングずれてきてスイング乱れてるんですよね最近、まあ、引っ張り癖みたいになってしまうので、それをここ数日ちょっと投げ込んで直したんで練習はしてたんですけど、そこをちょっと今日気をつけて投げたいなと思います。練習の成果を発揮し勝ち上がるためには、無理に飛ばそうとせず我慢するところは我慢して、しっかりとその試合の流れ展開を見つつ、自分がどれだけちゃんと投げれるかが一番大きいかなとは思います。勝ち気なストライクヴィーナス、桜井マリコ。今シリーズ第1戦、第2戦ともに160台とロースコアが続いた桜井。現状打破のため取り組んできたことは、座っているコーチといろんなコンディションを投げる練習をしました。自分が思うラインと点差はどこなのかっていうのを触って当てはめていく。その練習でつかめたものは、自分の癖も分かってきたんですよ。気まぐれヴィーナス、大島由香。第2戦ではスコア216をマークするも、姫路森の強豪相手にグループ最下位、出場停止と悔しい思いをした大島。今回対戦する2人について聞くと、アイムプロは簡単に投げるタイプじゃないですか、なので焦りとかそういうのを見せないタイプなんで、感情を揺さぶられちゃう側なんで、桜井プロは結構こうパラパラパラっていうストライクも結構多いイメージがあって、結構あの運があるタイプだなと思うので、こう2人を分析。果たして勝ち上がるためのポイントは、自分の投球をして、まあ、いい成績を残せるかなとは思います。Bリーグシリーズ2021第4戦です。今週は1回戦 F グループの戦い、丸山隆プロとお伝えします。よろしくお願いします。まあこの3選手ハイゲームバトルももちろん期待しますけれども、ポイント争いが非常に面白くなってきました ね。混戦で混戦で誰が出てくるか本当楽しみです。まずは大島由香1投目です。ストライク、はい、そうです。この1回戦の F グループ、大島由香、そしてこの後3番手小林歩美がそれぞれサウスポー左側をラインとして使う2選手の攻略法も注目ですよね。そうですね、見てみたいと思います。桜井真理子 F グループ2番手、左側のレーンです。ストライク、ナイスボールです。もう1回戦の D グループあたりから悪くとも210アップ、この上萌香241で前回 E グループトップで勝ち上がっています。小林愛美 F グループ3番手、どうだ。ストライク、3人とも素晴らしいドンピシャストライクでスタートを切っています。この P リーグシリーズ2021第4戦1回戦E グループ終了時点で中野真理子14ポイント、川崎優衣1回戦突破14ポイント、姫路うららも14ポイント、この大島由香3ポイント、
そして小林愛美も同じ3ポイント、桜井真理子1ポイントという、まああくまでもたらねば仮定の話ですが、1回戦突破、この第4戦でてっぺんを極めればプラス11ポイントですから、トータルで小林愛美も大島優香も14ポイントまでポイント数を上げていけます。桜井真理子、ダブル、ちょっと外か。ストライク、ボール強かったですね、うん、薄めで持ってくることができました。桜井真理子ダブルです。大島は第2フレーム2投目、ここは7番ピンを正面からマークしていきました。現在ワイルドカード渡辺欅の201をキャリーオーバーしていくかどうかっていうところも一つポイントにはなります。小林愛美どうだ。ゲームはここから熱戦に。この番組